店長、店長。何？振り込まれた給料が少なかったんですけど。あ？振り込まれた給料が少なかったんですけど。恵方巻きの分。え？恵方巻きの分、天引き。え？あれ結構売れ残っちゃったじゃん？俺も買い取ったし、どまーい。何こいつ？去年の12月分も少なかったんですけど。クリケの分。え？クリスマスケーキの分、天引き。でも給料マイナスにならなくてよかったな。俺も5万持ってかれたし、どまーい。あ、こいつ嫌いだ。アルバイトにも自爆営業をさせる行為は物議を醸し、広く報道されたおかげで現在はすっかりなくなりました。恵方巻きもクリスマスケーキも予約制になったので廃棄も少なくなり、食品ロスの観点からもいい着地点になったと言えるのではないでしょうか。みんなのところは大丈夫かな。みんな気をつけてね。明日も見てくれよなー。